皆さんどうもこんにちは。今回は注文住宅を契約する前に確認するべきことトップ8後編ということで、第4位から第1位までをお話ししていこうと思います。まだ前回の動画を見ていない方はそちらも合わせてご覧ください。それではやっていきましょう。第4位、外交図面と見積もりはどうなっているのか。これは住宅業界の悪習の一つだと思うんですが、本来間取りを作るときって外構から考えて、その次に家の配置を考えていくんです。もっと具体的に言うと、外構の中でもサイズの大きいもの、例えばカーポート、玄関アプローチ、そういったものの配置をまずは考えます。そしてその次に間取りと庭のつながりを意識しつつ、その土地に合った家を作り上げていくんですね。ですので本来は間取りと外構ってワンセットであるべきなんですよ。でも住宅業界の場合はどうしても家を売ることが先行になってしまいがちなので、家は家、外交は外交みたいな感じで完全に分けて考えている人が多いんです。じゃあその結果どうなるのかというと、一言で言うと外交の提案がおろそかになるわけです。例えばよくあるのが、資金計画書に予算取りという形でざっくりと外交にかかる費用が記載されていたりします。ただこの予算取りって正直実態が伴っていないことが多いんですよ。具体的な例を出してお話をすると、予算取りで150万円と資金計画書に記載があったとしますよね。いろんなハウスメーカーの資金計画書を見ていても、外交の費用は150万円前後で予算取りをしているところが結構多いんですが、じゃあこの150万円でどの程度の外交が完成するのかって皆さん想像がつきますか？実は150万円で作れる外交って本当に最低限なんです。それこそ門柱、アプローチ、駐車場のコンクリート、簡易的なフェンスとブロック、あとは植栽が少々といった感じなんですね。またもし仮に敷地が広かったり高低差があるようなところだと、最低限の外構を作るだけでも150万円以上は平気でかかってきます。住宅営業もなんとなくそれは知っているんですよ。知っているし気づいているんですが言わないんですね。それがなぜかといえば、契約を取ることを優先しているということと、家は家、外交は外交といった形で切り分けて考えている人が多いからなんです。だから実態の伴わない金額をとりあえず資金計画書に入れているといった感じなんですね。とりあえずでも資金計画書に金額が入っていれば、住宅営業マンも外交に関しては予算を見ていますと言えますし、お客さんからしても予算取りをしてあるなら一安心っていう気持ちに一旦はなりますからね。ただそれで契約をしてしまい、いざ外交の打ち合わせをしてみると予算が全然足りないとか、思っていた以上に外交費用がかかってしまったとか、そういったことって本当によくあることなんです。だから資金計画書に予算取りがしてあったとしても、ここで一安心せずに契約の前に今一度今の予算でどの程度の外交ができるのかを必ずチェックしてみてください。またよくあるのが、予算取りがされている外交費用で契約前に提案された外交パースに書かれている外交を作ることができると考えてしまう人が多いんですが、それはあくまでイメージ図です。なので外観パース通りに外交を作ろうとすると予算オーバーになるケースがほとんどなんですね。こういったところにも落とし穴があるので、ぜひ注意をしてみてください。第3位、床材は何が入っているのか。家の完成度を高める3つの要素は、床、壁紙、照明であるというのは前々からお伝えしているかと思います。そしてこの3つの中で唯一契約の前段階で確かめておいた方がいいのが床材なんです。なぜなら床材って全て同じように見えて、それぞれに機能性があるからなんです。機能性があるにもかかわらず、ほとんどの人がそこに目を向けていないんですね。具体例を出すと、床材は大きく分けて突き板、引き板、無垢床、この3つの種類が存在します。床材の種類の説明に関しては前々から動画の中で何度も説明している内容なんですが、再度お話をすると、突き板は修正材の上にインクジェットで木目調を印刷したシートを貼ってあるだけの床材、引き板は修正材の上に厚さ 0.2 ミリの本物の木を貼り付けた床材、そして無垢床は1本の木からなる床材、こういった3つのカテゴリーに分かれているんです。そしてこれら3つのカテゴリーの中でも、例えば突き板であるにもかかわらず無垢に限りなく近い質感を出せるトリニティ、引き板の天然木部分に樹脂を入れて加工し水にも強く強度も高い WPC フロア、無垢の質感がものすごくいいマルホンと、こんな感じで床材一つとっても機能性を持ち合わせたものが市場には数多く存在しますし、どのハウスメーカーも普通に扱えるんです。でも残念なことに、ほとんどの営業マンはここまで詳しく床材を紹介することはありません。その理由は非常にシンプルで、ただ予算合わせのためだけに見積もりに入れた床材だからです。そしてそれに気がつかないで家を建ててしまうと、例えば室内でペットを飼った時にすぐに床材が傷ついてしまった
思った以上に床が冷えて冬場つらかった、部屋全体が安っぽい雰囲気になってしまった、なんていうことも普通にあるんですよ。そうならないためにも自分たちの見積もりに入っている床材は何なのか、そしてどんな性能なのかをしっかりと確かめてください。前回の動画でもお伝えしましたが、契約の前段階で見積もりに入れておけば値引き率にも大きく関わってくるため、お客さんにとっても非常に有利です。逆に契約後にこれからフローリングを変更しようとすると、ただただ値段が上がるだけなので、チャンスは契約の前なんですよ。これら値引きに関する話や床材がいかに重要なのかっていう話は過去の動画でも詳しく話しているので、ぜひそれらの動画を見てみてください。第2位、値引き条件は何なのか。ご存知の方も多いと思いますが、大手ハウスメーカーは営業マンにある程度の裁量があるので値引きをすることができます。そしてこの裁量権をうまく活用して値引きをするための条件を提示して契約に結びつけるということをよくやるんですね。例えば家が完成したら現場見学会をさせてもらうのを条件として値引きを行ったり、あとよくあるのが着工月を指定してそこまでに間に合うように打ち合わせを終わらせることで値引きをするとかですね。特にこの着工月を条件にして値引きを提示されている方がいる場合は注意が必要です。それがなんでかっていうと、ものすごい勢いで契約後の打ち合わせを進めていくことになるからです。例えば通常のスケジュールだと契約をしてから 2,3 ヶ月の間納得するまで打ち合わせを行うことができるのに対して、着工月を条件にした値引きを承諾してしまうと、ハウスメーカー側にいつまでに打ち合わせを必ず終わらせてくださいという明確な期日が決められてしまうんです。しかもその期間がまた短いんですよね。実際に私が見たことあるので、最短だったのが契約して1ヶ月後には着工するというケースでした。ハウスメーカーって住宅ローンの融資が実行されて初めて利益が出るんです。だから毎月毎月どこかの家が着工する状態を作っていないと、単純にその月の売上が赤字になってしまうんですよ。あまり詳しく言ってしまうとまずい気がするので伏せますが、そのハウスメーカーはたまたまその月に着工する家がなかったのか、あるいは計画がずれてしまったんだと思います。そのため値引きを条件に1ヶ月後には着工するという条件を提示したわけですね。ただこうなると不幸になるのはお客さんの方です。もちろん契約の前段階で営業マンがしっかりと全てを固めていれば話は別ですが、それでも1ヶ月後に着工となると契約したあと2回打ち合わせができるかどうかっていうレベルですからね。そこで全ての仕様の確認と銀行の融資実行の段取りまでを行わなければならないわけですから、素人の人からすれば何が何だか分からず絶対に抜け漏れも発生します。値引きっていう言葉を聞くと、やった、こんなに安くしてくれるんだって思って喜びがちなんですが、そこは冷静になってどんなデメリットがあるのかを考えてから条件を飲むようにしましょう。もし仮にそこで値引きの条件が飲めないなら、別の条件にしてもらう交渉をするとかして、少しでもこちら側のデメリットが少ない値引きの条件に変更してもらえるように努力をしてみましょう。第1位、保証内容は他社と比べてどうか。保証内容に関してはめちゃめちゃよくあるトラブルの一つなんです。というのも営業マン自体が保証の内容をよく分かっていないにもかかわらず、保証を売りにして営業をかける人が多いからなんです。じゃあなんで営業マンは保証を売りにして営業をしてくるのかというと、それは単純な話で分かりやすいからなんですね。例えば住宅展示場に行くと、自社の製品がいかに耐震性に優れているかを伝えるためにマグニチュードやガルという単位を用いて地震への強さを説明してくると思うんですよ。でもマグニチュードもガルも説明されてもいまいちイメージできませんよね。それよりもうちの製品の保証は30年なんです。それだけ長い間保証できるっていうのは構造体が強い証拠ですって言われた方が分かりやすいですし、ああなるほどねって思うじゃないですか。だから営業マンはこぞって保証の話をしたがるんです。でもここで一つ皆さんに覚えておいてもらいたいことがあります。それは保証の制度と運用は別物であるということです。ここで言う制度というのは保証の大枠のことで、運用とはその枠の中身の話です。実は住宅営業マンがよく言う営業トークって制度面の話であって、運用面について詳しく触れてくれる人ってほぼいないんですよ。例えばうちの会社は60年保証ですという内容は聞いても、その60年保証を得るには何回点検してどういった運用方法を取る必要があるのかということを詳しく教えてくれる人はあまりいないということです。まあそれもそのはずで、つい 4,5 年前までは制度面である保証の年数だけを伝えていれば、それだけで他社との差別化になったという時代も実際にあったんですよ。だから保証越しで契約を取る営業マンが結構いたんですね。でも今はどのハウスメーカーも保証の年数が伸びて遜色がなくなってきてしまったんです。
ちなみに話がそれるんですが、ここ数年で各ハウスメーカー同士である協定が結ばれました。その協定とは何なのかというと、他社と比べてうちのハウスメーカーは保証が長いですという訴求をしてはいけないというルールです。ただ契約を取るために今でも独自で作った他社との保証の比較表を持っている住宅営業マンもいますので、そういった住宅営業マンはアンテナの低い営業マンです。もしそういった営業マンが自分の担当だったら少し注意をした方がいいかもしれませんね。ということで話を戻すんですが、こういった時代背景もあって保証は制度面だけの比較じゃ分かりにくくなってしまっているということなんです。そして営業マン自体も運用面に関しては理解していないケースが結構あるんです。ですので契約をする前に、これから契約をするハウスメーカーの保証の制度と運用はどうなっているのか、また他のハウスメーカーと比べて何が違うのかを再度確認してみましょう。場合によっては契約の前に営業マンから約款、覚書、契約書、これらの書類を一式コピーしてもらって、事前にじっくりと目を通しておいた方がいいかもしれません。ぜひ注意をしてみてください。ということで、注文住宅を契約する前に確認するべきことトップ8後編はこれで以上です。参考になったという方はグッドボタン、またチャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまた会いましょう。バイバイ。